皆さん、こんにちは。先日配信した動画に対しまして、コメント欄ですとか、LINE、メール等を通して、様々なご意見をいただきました。まあ、激励のメッセージもあれば、まあ、批判や、まあ、反対意見というものもいただきましたけれども、まあ、いずれにせよ、こうした問題に対して真剣に向き合う中でのお話、コメントであったかと思います。そうした意味で、様々なご意見ありがとうございました。こちらでも時間を見ながらですね、時間を見て、少しずつではありますけれども、回答させていただけたらというふうに思っています。まず今回はですね、コメント欄の方から、まあもう、まあ、すでに私の方でも簡単な返信は、コメントをアップしてはいますけれども、おそらく返信までは見られてない方も多いと思いますので、改めてそれを一つずつ取り上げながらですね、二つほど最初に書き込まれていた内容を取り上げながら、まあ、なるべく簡潔にお答えしたいというふうに思っています。こちらはですね、もうすでに公開されているものでもありますので、原文そのまま読み上げたいと思います。私は100%お母様を信じており、お支えしていきたいと思っています。この話は宗教迫害だと思います。自分の主張が正しいとする傲慢で無知なもので、対立と争いを作るものです。よく祈ってみてください。自分が信じるものがあれば、人を批判せず、自ら善なる証を立ててください、ということであります。はい。まあ、こちらが発信した内容が、何か、傲慢に聞こえたのであれば、あるいは、何ですかね、こう、批判、いたずらな批判に捉えられたとするならば、そこは非常に、残念に思うところでありますけれども、まあ、私は、こうしてですね、お母様を、こう信じており支えたいと思うと言われるこの信仰そのものはもう一人一人の信仰告白ですから、まあ、それは尊重したいと思ってます。まあ、そもそもですね、このお母様、ハン総裁を慕う思いそのものを否定したいと私は思っていません。まあ、私自身2世の一人ですから、まあ、多くの2世が同じ感覚だと思いますが、もう物心つく前からですね、この文総裁、ハン総裁をお父様お母様として慕ってきた立場であります。まあ、今でもそういった、ですから思いってありますし、それをこう否定したい思いはありません。ただ、ハン総裁をお母様をお慕いするという話と、それからハン総裁が今語っておられる内容がどうなのか、お父様のその御言葉と一致するのかどうか、あるいは本来の原理観、摂理観と一致するのか、符合するのかどうかというのは、これは別の話であって、そこは冷静に客観的にしっかり向き合わないといけないんじゃないかと、そんなふうに思っています。まあ、今、まあ、その、お母様おっしゃることの、骨子である、この独生女論という話に関しては、実際は、本部の教理の方々も問題に気づいているはずです。そもそも一番最初に、この内容が、韓国の教理を通して渡ってきたときに、最も最初に反論していたのは、教理の方々です。また、日本の原理講師たちでありました。それが、まあ、お母様発信だと聞いて、まあ、話が変わってきたところがありますけれども、でも、もし、本当にそのことに問題を感じていないとすれば、おそらくお母様が話した内容そのものをシックの方々に伝えてるはずです。でも実際は、今に至っても、まだお母様の内容そのものをシックの方々に伝えてはいません。それは、おそらくそこに問題を感じてるからじゃないか、というふうに私は思っています。まあ、その動機の部分はですね、おそらく、この、なぜお母様の内容そのままシックの方に伝えないか。それは、まあ、お母様を守るためとか、あるいはシックの方々が混乱しないため、混乱させないためというふうにな動機だと思うんですけれども、それはそれで問題があることを認識しながら、その問題を伏せてしまうということが、本当にそれが責任あることなのかどうか、私はまたそこについては別の意見を持っています。そうですね。で、また、実際に晩年のお父様が、お母様に対して結構厳しくこの指導、叱責されていた経緯っていうのはありました。まあ、訓読会でそういったものを直接見聞きしたシックの方々もおられると思います。私の母なんかもそういったこうシックの方がお父様のお母様に対する言動を聞かれて叱責を見て、まあなんていうか消化できなくて、この母、桜井夫人に相談するっていうことも結構ありました。なので、そうですね、そういったあたりのいろんな事実、現実等も踏まえて、私たちがこれをどう捉えていくかだと思うんです。それこそ、ここに書いておられるように、本当によく祈って祈って、謙虚にですね、祈っていくことは必要だと思うんですけど、まあ、だからといって、まあ、私たちに
の、にとって、都合の悪い事実をこう伏せるとか、あるいはそこから目を背けながらお母様信じていきますというのはまた違うと思うので、信じるにせよ、支えていくにせよ、今起こってきている事実をしっかりと、現実をしっかりと向き合う中で、そこを受け止めながら祈っていくことが大切ではないかと思います。まあ、その祈りの結果、まあ、私と違う意見をお持ちになることは、この仕方がないことであって、それはそれぞれ人それぞれだと思いますが、ただ、現実と向き合わないということは、本当の意味で、それは祈りの前にまず向き合った上で祈るべきじゃないかというのが、私が思っているところです。まあ、この最後の、まあ、彼岸よりも証を立てようという部分はですね、もちろん本当にその通りだと思いますので、そこはしっかりと意識していきたいと、心に留めたいというふうに思います。それから2点目ですね、もう一つ。桜井さんの話を聞いて、随分昔の話ばかりされるなと思いました。家庭連合は日進月歩、凄まじい勢いで進んでいます。世界中のシックが、Only Begotten Daughter、One for One Omma、を旗印に一つになっていますよ。こんな話よりも、今、FPA や GPF がどのように世界に貢献しているのか、桜井さんの口を通して聞きたかったです。というお話であります。まあ、家庭連合がですね、日進月歩を進歩している、進んでいる。このことを私は否定したいとは思いません。まあ、ピース TV なんかを見てもですね、まあ、世界各地で、日本国内で様々な活動がなされていると。いうことに関しては、本当に学ぶべきことが多いというふうに私も思っています。その一つ一つの、こう、貴重なですね、取り組みとか活動を否定したい思いはありません。ただ、私がこの動画で取り上げて、まあ、危機感というか、意識をこう、促していたのは、一つ一つのそういう現場の活動ではなくて、本部の指導部、韓国指導部を中心とした指導部のこの組織の方向性の問題であります。その方向性が本来の方向性と合ってますか？という話です。まあ、繰り返しになるかもしれませんけれども、統一運動というのは、宗派や教派を超えて自分たちの教会をいかに、この教会用の看板を掲げ、これをいかに広げていくかではなくて、それを超えて、もっと普遍的な理想、人格の育成、家庭の理想、そして世界平和という普遍的な神の理想を追いかけていく。そういったこう運動が本質であるはずだった。そこに向かっていこうとしていたのが、この本来の統一運動の方向性でありました。それに対して、まあ、今の教会が主流としてるですね、チョンピョンをはじめとするこのあり方、また、まあ、天苑宮建設をですね、に代表される、今の、こう、教祖や教会のその権勢を高めるような、保持するような、こういうあり方が、こういう方向性が、本来の統一運動の方向性と合致しますか？というような部分でありました。まあ、活性化しているかどうかが問題ではなくて、本来の方向性、に合ってますかという話です。あるいは、まあ、オンリー・ビガテン・ドーターという話もですね、独正常という話で、もう世界中の地区がそれを受け入れてますよということを問題なのではなくて、それが本来のお父様の願いと一致してますかという話を、まあ、問題に挙げているわけですね。ですから、何か、この、何ですか、今やってるあらゆることに対して違反をしたいのではなくて、その、どんなに、こう一生懸命現場が頑張っていても、これがどこにつながるのか、最終的にどこに結実し、どういった運動として展開していくのかという方向性が大きな今問題になっているんじゃないですかというお話でありました。なので、そこと、まあ、方向性の問題と今の様々な現場の様子というのは分けて考える必要があるかなと思います。まあ、私も教会内にそれでも7年前までいましたから、こう、二世教育の取り組み、二世の活動の活性化している様子とか、そういうことを全く知らないわけではありませんし、まあ、教会内でいろいろ見てると、まあ、教会改革なんかも自分もやってましたから、この変わっていく様子っていうのを実感として感じてるわけですけど、でも、ちょっと外から、例えば二世たちが、外部にいる二世たちから、この教会は何も変わってないですね、という変わってないですねっていう見つめ方っていうのは、今のこの本体の本流の本質といいますか、根幹だと思うんですね。もしかしたらそのあたりっていうのは内部にいるよりも、もしかしたら外から一歩離れてみて客観的に見た方が、今の教会の問題点というか課題がどこにあるのかが見えてくるのかもしれないと、そんなふうに思います。
一方で、ちゃんと FPA や GPA の話からしてくださいっていうのは、それは確かにそうかもしれないですね。これはちゃんと別の機会に整理してお話しようと思います。私は FPA の所属の方ですので、GPF の話、どれだけ詳しくできるかわかりませんけれども、また足りないところも多々ありますけれども、方向性として、矛盾はないというふうに思っています。どこかでちゃんと話したいと思います。一言だけ、簡潔にだけお伝えするとするならば、FPA というのは、本来家庭連合が推進しようとしていた、超宗教の宗派や教派を超えた家庭運動を展開しようとしているのが FPA です。そして、GPF というのは本来 UPF がやろうとしていた、この宗派や教派を超えた純粋な平和運動、これを展開しているのが、FPA であり GPF だと。そこだけはお伝えしておきたいと思います。あと、そうですね。FPA と関連して、この、有志の会、ワントゥルース有志の会って何ですかという質問がですね、2、3ありました。FPA は、有志の会って FPA なんですかって話がありましたけれども、これはちょっと違います。FPA というのは、今お伝えしたように、この家庭運動ですね。この、理想家庭づくりをサポートしていく団体であって、一般社団法人というわけですけれども、有志の会というのは、ムヒョンジン会長、ヒョンジン任務の真実を知った立場から、この歪められてしまった、誤解されてしまったこのヒョンジン様の真実をしっかりとシックに伝えたいとして結成されたものが、ワントゥルース有志の会ということであります。別にそれは、公式団体とか法人とかではなくて、本当に有志の会なわけですね。その意識を持った人が共にやってるという話ですので、FPA とはまた違った立場であると。もちろん、ワントゥルース有志の会に、FPA の会長がバンバン、動画をアップしてますから、同じよく見られるかもしれませんが、FPA の会員がみんな有志の会をやってるってわけでもない、ありませんので、有志の会というのは、真実を追求し、真実を伝えるということを、真実を発信しているという会だというふうにご理解いただけたらと思います。はい。最後に一つですね。私が7年前に、本部の方針に異を唱えたというふうに動画の中でお話ししました。具体的には牧会者の方々にこちらの意見をこう表明して発信したということをお話しましたけれども、それに関して、一体どんな内容を話したんですかという質問が、これもありましたので、これはネット上のどこかにあるんじゃないかと思うんですが、一応ですね、この概要欄にアップしておきましたのでご参照ください。参考までに当時、ネット上に、これを流したのは、私は一切流してませんので、もう私も家族にも共有しないで、内部メールにだけ流しましたので、その内部メールを見て、内部の牧会者とか公職者の方々が、賛同して流したのか、問題視して外に出したのかわかりませんけれども、外にそうやって広がっていったものでありました。私としては、まずこれは、本当は内部の方々に一緒に真剣になって考えましょうということで発信したものでありました。本当にあれだけ祈ったことは生涯ないぐらいに祈りながら悩みながら、本当にこう、しん、お、こう、どうすべきかを祈り求めながら、流した、発信した文章でありました。何らかの参考になればというふうに思います。はい。では、今回はですね、今回の配信は、ここまでとさせていただきます。ご清聴ご視聴ありがとうございました。